どうもポッカメです。皆さん大変なことになりました。なんと家の中にクモがいました。やば、どうしよう。退治する？はい、まあ別になんということはありませんね。これはアダンソンハエトリというハエトリグモのオスですね。アダンソンは人名にちなんで名付けられてます。かっこいい名前でしょ。その名の通りハエなどの小さな虫を捕まえてくれる益虫で、むしろ退治しない方がいいですね。というかこんな可愛い生き物を退治できるわけないじゃないですか。そんな鬼にはなれない。アダンソンハエトリは本州以南に分布してます。世界中の温帯熱帯にいるそうですが、どうやらどこが原産地かはよく分かってないみたいですね。どういう場所にいるのかというと、主に室内です。室内で見るクモといえばアダンソンって言ってもいいくらいよくいますね。基本的には人家やその周辺に生息している人間と仲良しなクモです。メスが産卵する時など一部を除けば巣を張らないと言われていて、家の中を徘徊して獲物を探しています。夏がピークなんですけど、10月になってもまだ普通に見ますね。ちなみに昔は本州の北部にはいなかったそうですが、近年は分布が北上しているようです。とはいえ北に行くほど見る機会は減るんじゃないかなと思います。東北にお住まいの皆さんどうでしょうか。アダンソンハエトリいますか。実はクモの中で最大のグループはこの徘徊性のハエトリグモの仲間です。なんと世界で6000種、日本だけでも100種以上が確認されてます。日本にいるクモが1700種くらいだと言われているので、17分の1くらいはハエトリグモということになりますね。ただハエトリグモの仲間は目につくところに巣を張るわけでもなく、体もちっちゃいので意識して探さないと意外と見つかりません。そんなハエトリの中でもアダンソンは家の中に来てくれるのでありがたいですね。アダンソンハエトリに似たクモは日本にはいません。特にオスは非常に特徴的な模様があるのですぐにわかると思います。体長はメスで6から9ミリ、オスはもう一回りちっちゃいです。そしてオスは模様が非常に特徴的ですね。体は黒色で、頭頂部の後ろと腹の前に三日月みたいに見える白い模様があります。そして腹部の後ろには白い点々もあります。おしゃれでしょ。この模様のおかげで家の中で白い壁にいても茶色っぽい床や家具にいてもよく目立ちますね。ただメスはもう少し地味な褐色をしてます。巣を張ってるクモって基本あんまり目が良くないんですよ。まあ巣の振動を感じ取れれば十分ですからね。でもハエトリグモの仲間は歩き回って餌を捕まえなければならないので目が発達しています。特に大きいのが下の列の真ん中の2つの目ですね。その横の2つはもう少し小さくて、上の4つの目はちっちゃいです。可愛い顔してるでしょ。一部界隈ではなんかめちゃくちゃ人気があってペットにしてる人もいるらしいです。皆さんも1匹どうでしょうか。裏側は真っ黒いですね。そして意外と足がごつい。上から見た時と結構印象が変わりますが、こっちもいいですね。かっこいい。アダンソンハエトリといえばこのジャンプ力。地面はピョーンと飛んで移動します。こういうところも可愛らしいんですよね。ただ油断すると家具の隙間なんかに逃げ込んで見失います。というわけで今回はアダンソンハエトリを紹介しました。可愛かったでしょ。このチャンネルではクモの可愛さもどんどん広めていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。